おはようございます。神奈川県3日目でございます。おはようございます、アンジーさん。おはよう。おはようございます。今日は桜木町でラジオライブでーす。うわっ、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 うわっ。ということでね。朝からそのマインドになるのすごいと思うんだけど昨日寝れなかったんですけど、今日はランディさんのランディマットを借りたから寝れてます。これ持ってっていいですよね。持ってっていい、あげる。やったやったー、ありがとうランディさん。もうネズミ住んだからそのベッド多分それはやめましょう。それ言わなければ別に何とも思わなかったっすよ、ね、最高のマットレスで終わったのにネズミが住んだってどういうことですか。正しくは掛け目ね。でも一回除菌したんですよ、うん、あ、じゃあもう全然大丈夫です。寝たんで今日一回一回乗せますね。車に一回チャレンジしますね。捨てたくてしょうがなかったんじゃん本当に。はい、ということで桜木町なんでちょっとね、はい、編集ちゃんとがっちりしてから行きたいと思います。よし、頑張りましょう。今日も今日も一日頑張りまーす。昨日見たからってもう本当にその振りエグいっすよ。だからじゃあレベルアップするぜ。よっしゃー、マットレス投入。うわ、マジぴったりだわ。すげー、やばい。あ、ちょっとでかい。あ、でかい。あ、でかい。あ、でかい。ちょっと、いやいやいや、ぴったりぴったり。ラレさん、ちょっとでかい。閉まれば、閉まればいける。閉まれ、閉まれ、いける。一旦閉めますよ。すれば閉まります。お、盛り上がった。あのなんか山みたいなできた、うん、そうか。でも寝るときはこうなってるじゃん、うん、別に曲がっててもなんか変になんないですか。変になんない、なんない。これにシーツ一回引こうよ。引くか。これはもう青いのもういらなくなったな。俺らが買ったから、買ったやつなんだけど。ご覧さん、これあげますね。いや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 、絶対必死にしといた方がいい。これこれすげえ。これもぴったりという。横すげえな。これもちゃんとね、角も、うん、いいいいいい。よし、この状態で閉めていいですね。閉まんないかな、やっぱこの状態で。閉まんない。閉まる？全然いいっすよ、マジで。最高、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょ、これは引こう。これは引いとこう。この一応霊感待ってますよ、これ。あん、ランジさん、いきます。頑張れ。行ってきます、アンジーさん。桜木町行ってきます。頑張れ。頑張れって言葉を頑張れ、うん、ありがとうございますエールを送りました。よっしゃ、行こうぜ。準備中、失礼します。はい、桜木町着きました。桜木町、初じゃねえか、ここ桜木町でございます。はい、はい、今からロードライブやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、やっていこう、やっていこう。もうバチ上げで、もうバチ上げでいきたいと思いますんで、ここです。はいはい、ここです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 。桜木町、はいはい、やっていきましょう。頑張れって言葉を君に伝えよう、今の自分を超えたいんだろう。頑張れって言葉を君に伝えよう、小さな一歩でも踏み出せ。
事故やれるって信じてきたんだろう。やめるチャンスなんて本当は腐るほどあったけど、がむしゃらに行こうぜ俺たちはまだまだいられんだぜ、yeah、誰も見たことのない世界にたどり着くまで俺たちはきっと最強の仲間なんだろう。でもやれる、何でもなれるって、ただ思ってるだけで何をしたらいいのか。あなたの声が聞こえたんだ、僕にははっきりと聞こえたんだ。周りの大人にか気にならないほどに大きく聞こえたんだ。あなたの声が聞こえたんだ、僕にははっきりと聞こえたんだ。いつかきっと届けよう、僕が歌うあなたの、あなただけの歌。よろしくお願いします。勘九郎と申します。僕ら47都道府県路上ライブをやっておりまして、今日で2軒目の神奈川県になります。おとといは川崎でやらせていただきました。今日は桜木賞よろしくお願いします。君が大きなあくびをするたび、あれから何年経ったろう、いや忘れてるわけないよな。幸せで大切な君との時間が、ただただただ当たり前になった。毎日があっただけ、ただそれだけなんだと思いた。全部忘れたい、忘れたい。こんなに苦しくなるなら全部忘れたい、ねえ全部忘れたい。こんなに寂しいようになるなら。夢見て話してたことはきっと叶うから、あなたには僕のそばにいて笑っていてほしい。はい、ということでお疲れ様でした。桜木町でした。今日も止められませんでした。調子がいい最近。ありがとうございます。もうすっげえ気持ちよく歌いました。ありがとうございました。いやめっちゃ楽しかったよ。ね、もうめっちゃ止まってくれてした。ありがたいことに投げ銭もしてくれて僕ら生活できてます。ありがとうございます。ありがとうございます。次回はですね、はい、千葉県、千葉県の千葉駅と柏、柏で、柏で路上ライブやらせていただくので、もしお時間ありましたらぜひぜひぜひお越しください。よろしくお願いします。ということで最後の名もなきハウスに行きますか。行きましょう。最後の名もなきハウス。もう最後ですか。もう最後ですよ今日。まあギリ明日も泊まろうと思えば泊まれるけど、さすがに移動日なんで。確かに。そんな亀つくね、行っても仕方ないんで。さ最後の名もなきハウス。ちょっと名残惜しいですけど、ね、うーん寂しい。名残惜しいけど行きましょう。行きましょうか。じゃあ帰りまーす。ありがとう桜木町。桜木町ありがとう。はい。観覧車です。観覧車懐かしい。横浜といったらやっぱここ一回来とかないとねと思って。懐かしいですよ。えもうここら辺でさ青と赤撮影したよ。そうだよ。なんかちょっと向こうら辺で青と赤撮影したんですけど、ね、とクリスマスイブで写ってる観覧車でございます。横浜といったらこれは撮んないとね。撮んないと。午後6時時計台の下で君を待ってるですから。はい、まだ全然過ぎちゃった。もう8時18分なんで早く帰んないと川崎の銭湯入れなくなっちゃうからちょっと早く早く帰ります。ちょっとこれだけ撮りたかっただけなんで。本当に戻ります。車じゃあねよしよし著作権著作権。ああ著作権著作権。よしよしよし戻った。今日も平和湯でした。じゃあ
整ったね。整いましたね。整ったね。またこいつ同じやつ着てると思われる。あいみょん大好きだから。選択しましたからね。ロッキンあいみょん見まーす。いいなー。ロッキン行きまーす。帽子着てなあいみょん。同じの着てるなって俺も同じの着てんだけど。でも俺も同じの着てる。そしたら。大丈夫か。誰やお前ら。ラジさん来ちゃった。どうですか俺の頭。これはファン喜びますね。なんかでも47終わったら金髪やめるらしいです。金髪やめようかなと思って。残念。なんで？これ好き。じゃあ暗めで。暗めで。大人になろうかなっていう。なんか言ってますね。ラニーさん10時待ったんでもう酔っ払ってますよ、ね、酔っ払ってるわ。じゃあちょっと最後の晩餐しましょうよ。最後の晩餐ね。コンビニで行きましょうか。行きましょう。僕ら編集頑張ったんで今日頑張りましたよ。路上もお疲れ、路上も頑張ったんで。どうでしたか桜木町は。いい気分でした。最高ですね。桜木町良かったですか。ぜひラニーさんも間もなくもね桜木町でやってみてください。気分やな。昨日ね見たから虹は歌ってないし、真っ暗で何も映ってなかった。今映ってなかった。流した涙はいつしか愛しの怒りに変わる。虹色の明日著作権引っかかんのでカットで。ちょっとこれ、ちょっとこれやってください。これ。あ、忘れてた。これこれ、来て来て来て。はい、こちら何が出るかお楽しみ。ちょっと100円。待って、売り切れって書いてある。何それ。何それ。やろうと思ったら、やろうと思ったら売り切れなんだけど、なんで。びっくりすること言っていい。このジャンキー全部売り切れ。1個だけあった。これだけ。あ、もうあるよ。なんでこれやろうとしたのに。なんだよつまんねえの。やめと。めちゃめちゃこれなんか全部売り切れだから。ストロングゼロだけは売り切れじゃない。誰も飲みたくないわこんな。ストロングゼロ、ね、誰も飲みたくないよこれ。しかも150円。そんなもんか。そんなもん。じゃあ何さんストカンですか。だねだねと。ここの自販機はちょっと安いで130円。あ安いよね。ちょっと安い。ポカリも130円。安くない。ストライク130円。はい、でも行こう。うわ何ですか。ランディさん起きてください。起きて。酒が足りねえな。もちろんね。アルコールが回ってないとやっぱ起きてらんねえ。火をつけてくれ。新しいキャラっすねそれ。それ新しい。ちょっとタバコ吸うのに疲れたらここ。なにそのキャラ。俺あれやね、俺が似合うな。何やつやね。って何やつ。くるってもあれやつ。朝もまだまだ。夜はこれからじゃないですか。これからだぜ。これからだぜ。寂しい。寂しいよ。もうね。行かなくていいんじゃない。でついてきてください。で乗って、いやこっからあれ名もなきも一緒に、んこっから名もなきも一緒に、一緒に4人で。じゃあランディだけでいいや。ランディだけでいいよ。じゃあランディさん、ランディだけでいい。許可得たから、うん、行こうか。うわ悲しいな最後。もう明日になったらいないの。ランディさんこれだけですね。ちょっとそんなことしてたの。痛いわ。痛いわ。何
いった夢とちゃうのかい、こんな出会いは。お前ら出るな、全然全然出るな、全然出るな、変な、めっちゃ歌ったわ。16時間とかもうめっちゃ歌ってました。気になって歌ったわ。もう横浜スタジアム立たないといけないから。あっ、いや立たない、立ちます。そりゃ立たんとダメでしょ。めっちゃ夢で見るもんね、横浜スタジアム立ってるところ。今も見てたもん、今歌ってたもん。横浜寝てたんですか今。あ、寝てねえけど寝てはいねえけどよ。寝てはいねえけどよ。起きながら夢を、起きながら夢を、誰だって夢見れるんだよ。あーい、どんな時に、どんな場面でも、何歳でも、はい、誰でもいつだって夢を見れるんだよ。うわバイランディ、バイランディバイランディ最高ねえ、もう8分も撮ってる。やばい、これ長くなりそう。また編集、また編集めんどくない。もうね、もう編集してるか老長してるか、もう移動してるかみたいな。神奈川編はもう十分選んだ道でしょうね。神奈川編だけ3本あるからね。3本あるんですよ、神奈川編。やばくないですか。ちょっともうちょっと、もうじゃあもうオフ、オフモードだもん。もうオフだよ、もう。ゆずい、お兄ちゃんオフモードでーす。ほらもう、ほらもう隠しちゃってんだから。でもあと10分は撮ってよ、お兄ちゃん。ランディさんで。いや、強制的に。また明日。今日あれだよ、一緒に寝ないやつ。え、何さ、何さ、おにちゃん、おにちゃん、おにちゃん、ラジオ撮るの、おにちゃん、めっちゃ面白い人のこれ撮れた、帰っちゃった、おにちゃん。おにちゃん、またラジオ撮ってくんないじゃん、うん、またランディさんじゃん。もうこいつ喋ることねえよ、みたいな。これからもカンクローね、頑張ると思うので皆さん応援しましょう。いや、ありがとうございます。嬉しい。ナムダキも一緒にね、頑張りましょうね。頑張りましょう。おはようございます。おはよう。今日遅めですね。爆睡してましたね。爆睡しました、僕。あの、よく眠れました。よかったよかった、ありがとうございます。神奈川県編最終日でございます。最終日、寂しい。もう今日移動しちゃうんで千葉に。よかったね。いや、もうめちゃめちゃ濃かった。お世話になりました、ランディさん。いや、こちらこそ。もう銭湯一緒に行けないの寂しいな。いやー、寂しい。3日一緒に行ったからね。ねー、寂しいな。いや、マジで本当にここに泊まらせていただいたおかげで、もう編集もはかどって、めっちゃ YouTube 出てますもん。だってこんな出る予定じゃなかったです。神奈川県編3本っすもん。で、ラジオ入れて5本っすよ。神奈川だけで多くない？期待してます。本当にありがとうございました。さあ、いよいよ出発の準備をしています。はい、もう出ますよ、もちろん。寂しい。めちゃめちゃ寂しいですけど。ですけどね、もうね、あっという間でしたね。もう千葉に向かわないといけないということで、ちょっと暗いけど。もう電気も慣れたもんですよ。ここですぐパッてつける。どこに何があるかも。いや、もう分かりますよ、そんなの。ランディさんのパンツは外に干してますよ。バチ雨降ってんの。雨降ってんの。そのハンガーをランディさんの部屋からかけてきました、全部。ありがとう。どうでしたか、ナムダキハウス。いやー、居心地よかったです。めっちゃ居心地よかった。初日はどうなるかと思いましたけど、ネズミ以外最高でした。あー、ほんとよかった。楽しかった。ハモリありがとうございます。ハモリかい。ハモリかい。ありがとうございます。助かりました。ちょっと忘れ物チェックしましょう。はい、忘れ物チェック。大丈夫。懐かしい面。懐かしい画角。いや、大丈夫大丈夫。よかった、ありがとう。まだ木のパフェみたいになるけど。戦いのなんか戦いの後が残って残骸がちょっと残骸残ってますよ。じゃあお兄ちゃん、お兄ちゃん呼んでいきますか。お兄ちゃん呼んでくれるか。翔太。お兄ちゃん、お兄ちゃん行くよ、もう。お兄ちゃん行くよ。帰るよ。軽いな。軽い。
天竜人だだけあるな。カルカル全然取ったすごい本当にありがとう。何がありがとう。頑張ってきて本当に頑張って無事天竜人だ。もうこれ持ち帰ってきてください。思ってないじゃん。思ってないじゃん。本当にお世話になりました。ありがとうございました。3日間ありがとう。じゃあ行きます。僕ら名もなきも頑張ってください。お互い頑張りましょう。じゃあ行こうか。じゃあ名残惜しいですけども、うわちょっとまた降ってきたな。とりあえずバイバイということでありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。平和に行きましょう。ゆらなんだっけ。ユラックス。ユラックスじゃねえ。ゆりも行きましょう。バイバーイ。バイバーイ。神奈川編終了でーす。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。いやー3日間なのにすっげー濃い3日間でしたね。もうなんかすごい充実、毎日充実してたのにすごい長く感じたってことはどういうことなんだ。いや本当にそうですよ。本当にありがとうございます。名もなき様様でございました。はい、もうまだ2軒目なので次3軒目千葉駅今向かっております。はい、千葉ついに千葉来ちゃいましょう。来たディズニーランド。まあそうです。千葉は京成千葉駅と、はい、柏駅に来らせていただくんですけども、はい、なんか柏駅が結構路上を聞くんですけど、うん、ね、何なんだろうね、うん、今のところ止められてないからね一回も。あ、そうなんだ。お警察の方には。うん、それが幸いなことにね長いことできてるんですごい嬉しいんですけど、はい、千葉駅はどうなのか、これは止められない路上ライブがどんぐらい続くのか。本当にそれだけなんですけども、まあ続けば続くほどいいということで、はい、これから千葉駅向かっていきたいと思います。行きましょう。千葉駅も俊也がいるんでね。おう、俊也で撮っちゃいましょうか。いっぱい本当にまさか歌えなくなったら負けゲームですか。そんなことある。まさかの。まあそれは分かんないですけども、早速向かっていきましょう。レッツゴー千葉。レッツゴー千葉駅。ありがとう神奈川県。バイバーイ。次は千葉編でお会いしましょう。バイ。何ですか。おはようございます。最初はグー、チョキ、ポン。アイコールショー、アイコールショー、アイコールショー。すげえ。やれやれ、よっぽい、ラストよっぽい、そうだ。どうやってね。めっちゃうまそうやろ、マジで。最初はグー、チョキ、ポン。